はい、皆さんこんにちは、サンディです。今回はブラックフライデーのお買い物パート2になります。では始めましょう。はい、ということで今回はですね、ブラックフライデーパート2になります。で、今回はアリエクスプレスで買ったものになります。アリエクスプレスの場合は確かブラックフライデー前だったセールなんですけども、確か11月11日がなんか中国の何かの記念日だったような気がするんですけど、去年もセールがあって、まあ中国でいうブラックフライデーみたいなものがあったので、その日にいろいろ買いました。なのでそれを紹介していこうと思います。ではまずはこちら。これはね、ドゥーカラーっていうのかなっていうブラシの、ブランドになります。前にも、歯ブラシ型ブラシの、レビューをしたんですけど、それもアリエクスプレスで買って、それもこのドゥーカラーっていう、ブランドのものでした。で、今回も、こちらのブランドのブラシを買ってみたんですけども、まあ、通常よりも安く買いました。で、こちらはですね、何セット？12本セットの、ブラシたちになります。で、まあ、別の映像を見せながら、見せていこうと思うんですけども、もう12本なので、これくらいになります。で、これね、この柄がすごいかっこよかったの、ギャラクシー。このブラシたちなんですけど、大きいものはすごい大きくて、こんな感じでものすごく大きいし、毛質がすっごく柔らかいです。なのでものがすごくいいんですよ、アリエクスプレスなのにっていう感じで。本当にものすごい毛の質がめちゃくちゃいいです。なのですごくおすすめします。で、この中に入っているブラシたちなんですけども、パウダーブラシ、ファンデーション用のブラシ、コントア用のブラシ、チーク用のブラシ、あとハイライトとかに使うようなブラシと、アイシャドウ用のブラシたちとが3つと、ブレンディングブラシが1つ、コンシーラー用のブラシが1つ、で、あとはアイブロウ用のブラシがあります。っていう感じで12本ついてくるんですけども、もうね、毛質がめちゃくちゃいいんです、本当に。なので、もしアリエクスプレスでね、リンクがまだありましたら下に載せておきます。はい、で次がこちらのブラシたちなんですけども、これも割と早くついたもので、これに関してはこのフィッシュブラシが一緒にセットになってついてきました。これは何点セットだろう、8本セットになります。で、ついてくるのは大きいブラシ、これも大きいブラシですね。こっちはさっきのよりもちょっと毛質はいいんだけど、量がちょっと少なめになります。でも全然使えます。こういうのは、こういうギュッとしてないものに関してはブレンディングするのに結構いいので、もしこうブロンザーとかちょっと濃すぎたなとか、チーク濃すぎたなって時にブレンディングとしては全然使えるので。で、この見た目ですよ、めちゃくちゃかっこいいですね、黒で。本当ね、マットなのかなと思って買ったんですけど、マットではなくて結構ツヤ感のあるブラシでした。で、他のブラシたちも結構良くて、そう、毛質は全然良かったですし、まあ、パウダーだったりとか、チークとか、コントアとかかな、あとハイライトとかにも使えるやつと、あとはこっちは、まあ、アイメイク用なのかな、多分って感じで。フィッシュが、これちょっと使ってみたいなと思ってて、ステーションをつけるのにちょっと使ってみたいなって思って、この黒いのを買ってみました。結構みんな割と持ってるのがゴールドとか、こうグラデーションがかったものだと思うんですけど、私は黒いものが欲しかったので、こっちはね、マットでした。こんな感じで、まあ別に、まあ、ファンデーションでもいいし、パウダーでもいいし、ハイライトでもいいし、まあいろんな使い方ができると思うんですけども、またこれをね、使った動画がね、もし皆さん見た買ったら、ぜひ
下に書いてください。そしたら作りますっていう感じで、これもね、アリエクスプレスで買ったものになります。アリエクスプレスで買ったものはね、ほとんどブラシです。もう本当にブラシばっかり買いました。あとは、同じような形のものだけど、色がちょっと違うやつで、それも同じような感じです。こっちのやつと。同じような感じだけど、グラデーションかかったもので、こんな感じになります。これね、若干、毛の量が若干違いますね。こうして比べると一番太いのがこれ、こんな感じだから、やっぱり同じ形のようで似ているようでやっぱり違うし、多分作ってる人が違うのかな、わかんないけど、うん、明らかに違いますよね。まあこんな感じで多分業者によってはこう違ってきたりすることもあると思うんですけど、まあ全然どっちも使えますし、脂質もこれもめちゃくちゃ柔らかい。こっちよりは毛が多いです。もっと毛がね、あるって感じ。でも全然どっちも使えるし、もうね、何よりも今って結構ブラシたちは、そのまあもちろん、アリエクスプレスのブラシに関しては、毛質がかなり高くなりました。前よりも柔らかいし、毛の量が多いものが増えてます。なので、洗ってもこのまんまのこの、何？この質感があるものが多いので、それに関してはクオリティが上がった分値段も少し上がってきたかなとは思います。でもまあこれだけのクオリティがあって、これだけのセットであれば、まあ1000円超えしてもまあまあいいんじゃないとは思ったし、中には1000円以下のものもあるので、見ていてすごく楽しいです。で、このセットに関しては、フェイス用が4本と、アイメイク用が3本の7点セットになります。はい、こんな感じです。で、次が、これはずっと欲しかったんですけど、なかなかね、どこで買おうかどこで買おうかってずっと悩んでたら、まあいいところがあって、アリエクスプレスの中でも、同じブラシでも、業者によっては値段が若干違ったりするところがあるので、安く買おうと思う人は、まあいろいろ見てから買うといいかもしれない。あとは注意したいのは、送料無料にしている方もいれば、送料、別の人もいるし、うん、っていう感じでちょっと値段の差があったりするので、要チェックっていう感じです。あとはね、あ、これめっちゃ安いと思ったら、例えばね、8点セット8本セットなのになんかめっちゃ安くなってるのは実は4本セットが一番安いとかっていうのもあるので、結構細かく見ることがコツですね、アリエクスプレスに関しては。っていうのと、あとレビューですね。結構レビュー載せてる人がいて、結構いるんですよ。写真載せてる方が届いたものを写真撮ってレビューとしてあげてる人たくさんいるので、それを見ながらどういう感じなのかっていうチェックするのも、こういう中国サイトでのお買い物にの裏技っていうかアドバイスかなっていう感じです。で、これは5本5本10本セットになります。で、柄が大理石、大理石っていうのか、多分今流行りの大理石の柄になるんですけど、めちゃくちゃ可愛いので、ほぼほぼなんか歌舞伎ブラシみたいな感じなんですけど、めちゃくちゃ柔らかくて、でサイズ感も別にそんなに小さくないし、ちょうどいいぐらいのものになります。なので、まあこれほどね、こっちほど長くないから、こう旅行に行った時とかでも持って行きやすいものになっています。で、毛質もすっごく柔らかくて、めちゃくちゃいいです。で、フェイス用が5本。5本の、目。アイメイク用が5本で、10本セットになっています。あとは、ちょっと買ってみたもので、まあ、使うかどうかちょっとまだ謎なんだけど、ちょっと買ってみたものが、こちらのものになります。これもアリエクスプレスで買ったものです。これは、ハイライト、リキッドハイライトになります。結構ね、リキッドハイライト流行ったよね、去年って。で、ちょっと
これ見た目がすごい可愛かったから、で国内で売ってる人も見かけたんですよ。でちょっと興味を持って買ってみたっていう感じです。ただ色が思ってたよりもこっちが結構白いかなと思ったんですけど、この2つ買ってみました。まあこれは多分パロディですよね多分。見たことあるもん、こういうパッケージね。多分皆さんも見たことあるんじゃないでしょうか。これね、ハイライトになります。で結構リキッドです、本当に。こんな感じで、これそう、こんな感じで結構リキッドなんですけど、色は全然まあ悪くはないかなとは思うけど、で匂いはめちゃくちゃいい匂いしてる。ちょっと香水っぽい匂いしてる。どっちも同じかな。めちゃくちゃいい匂いしてる、本当に。って感じですかね。使うかな。ハロウィンとかに使うかもしれない。わかんないけど。まあ自分の肌にね、どういう反応をするかまだ使ってないので、まあどういう反応するかわかんないんですけど。まあちょっと買ってみたよっていう感じです。軽い気持ちで買ってみたっていう感じです。基本的にもうアリエクスプレスでコスメっていうコスメ買うのはあんまりないんですけど、まあちょっと買ってみたよっていう感じのやつです。あとは、これはインスタグラムでも見せたと思うんですけど、こちらの袋。そう、いつもだったらアリエクスプレスって黒とか、白とかネズミ色とかあんまり可愛くない袋に入ってくるんですけど、今回はこんなピンクのやつで、もう本当に何これ？と思って届いた時に、あああれねと思って、そう思い出した、ああれかって思って、そう開けたらこちら、ミンクラッシュになりますね。これはそうアリエクスプレスで買える安いミンクラッシュになります。私はもうねブランドのものを使ってないです。アリエクスプレスのこのミンクラッシュしか使ってないです。でもうねそれでもう私結構満足しちゃって、だからあんまりこう高いものとか高いつけまとかあまり買うまでにはいかないんですよ。今日つけてるのもそうだし、てかいつもつけてるのそう、アリエクスプレスのものか日本のものを使ってるっていう感じです。で今回買ったのが8個ですね。で種類は07番と、11番だったかな。そう A の07番、これはいつもつけてるミンクラッシュで、もう1個がこれかな。そう14番ですね。14番を買いました。これの4個ずつ買いました。そう前にデビューした時のやつをずっと使ってたんですけど、もうそろそろねちょっともう結構使っちゃったかなと思って買い替えたくて、こちらをたくさん買いました。なのでしばらくはまあまつげには困らないかなという感じです。あとは他に、あコテも買ったけど、まあコテはまた別の動画でレビューしようかなとは思ってるんですけど、ちょっとねまだ使い方が使い慣れてないので、それが使い慣れたらその動画を上げます。はい、そんな感じで今日のこの動画を終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。まだねあとパート3があるので、もしよかったら見てください。パート3はモフィンで買ったものになります。ではそんな感じで今日の動画を終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。またねー。